線路の上で動かなくなった西鉄の列車。中から降りてきた乗客たちが線路を歩いて避難しています。トラブルが起きたのは昨日帰宅時間帯の夜7時半頃でした。発生から2時間以上が経過した今もなお電車は止まっています。西鉄によりますと、西鉄大牟田線の天神行きの急行列車で車両の異常を知らせる表示が出たため、運転士が列車を緊急停止させました。列車が停車したのは福岡市南区の井尻駅と大橋駅の間。当時列車の中にいた乗客およそ60人に怪我はなく、係員が誘導し井尻駅まで歩いて移動したということです。この列車のトラブルによって一時全線が運行見合わせとなり、およそ2万6000人に影響が出ました。もう4時間ぐらい待ってます。家族に連絡して迎えを待ってるところではあります。ちょっと困りますね。バスもないですしね。結構困ってる人がいっぱいでしたね。現場には救援車両が到着し、止まっていた電車を運び出そうとしています。連結部分から煙も上がっていたという列車。移動させるために別の車両が到着したのはおよそ3時間後でした。お客様にご案内いたします。まもなく2番乗り場から大牟田駅急行列車運行再開いたします。西鉄は午後11時頃から運行を順次再開。トラブルの原因については、連結部分のケーブルに電気系統の問題があったとみて詳しく調べています。